今日はこれからさつまいもを収穫したいと思います。毎日のように雨が降っていますので、さつまいも収穫する機会なかなかなかったんですが、で昨日もちょっと雨降ってたので、完璧な状態とは言えませんが、まあ、そろそろ掘らないと、まあ、次の仕事がだんだん立て込んでいくので、今日掘りたいと思います。まあ、今日全部掘るんかな。で今日のお天気ですけど、まあまあ秋晴れに近いような状況です。で今日また昼からはプールでレッスンがあるんで、午前中ですね、さつまいも掘って、プールから帰ってきたら今度白菜を、3本ずつの種をまいたポットで植えているので、まあ、抜き菜というんですよね。1本にする作業をして、追肥をちょっとしていきたいと思います。ということで今日もよろしくお願いします。これ切れちまったわ。なんかかぼちゃみたいな芋やな、でこうて。あの芋はちょっと丸いよね。うん、丸いというか、痛すぎるんだけど。
これ安納芋はよ、うん、全部切れてまうわ。ピートコンも茎が細い。これまた可愛い赤ん坊みたいになっちゃう。でか、でかでかや。毎日カメムシにとってはいい餌場やったのに、パッパを完成されて出放題やって安心して食べれる。
安納芋はちょっともついてこんで、もうめんどくさいわ。切れてもあの茎を引っ張ってついてくればいいんですが、もうなかなかの切れてしまってついてこないので掘るのが結構大変ですのでね。これ意外に小粒なんで、まあ掘りやすいって掘りやすい。でも大きい方が掘りやすいか。そのまま引き抜くだけで。はい、残るは2株になりました。今日はあの人間ドックを受けてきたので、もうバリウムを飲んだりエコーやったり、まあいろいろやってきたんで、ちょっとあの体力を消耗してます。で、下剤をやっぱり飲んできたんで、早速トイレも行ってきましたが、なんかね、体力消耗してしんどい。はい、これ最後の一株になりましたけど、カメムシが一番多いですね。あと何虫かな、なんかイモムシがね、たまにあの土の中にいますが、主に一番多いのはカメムシですね。で、これがまたね、今日芋取るとどっかへ行って大根とか白菜のそば行くんで、ちょっと弱りますが、すごい量です。あの芋は大きすぎるからいいというものではないんですが、今日はの最大級かな、この1個の大きさが多分この芋がね、かぼちゃぐらいありますが、今日取った中で一番でかいな。まあ、自慢にはならんけどでかいな。はい、これでとりあえず掘り終わりました。まあ一応ですね、今日全部今掘り終わったんで、このまま夕方またあの土の上で乾かすんですが、マルチだけ取ってしまって、芋は夕方回収して、そしてあの小豆でもう一回起こしてみます。多分起こすとまだこの土の下からかなり出てくると思うんですが、あの深いところへ入ってる芋があるので、あの起こしてみます。はい、さつまいも掘り終わりました。まあ、今日の収穫ですけど、こんな感じですね。これが
手に吾妻ですね。ちょっと大きい傾向にあるんですけど、まあこれだけ取れれば十分です。それからこちらが安納芋ですね。色がちょっと薄いですけど、これが安納芋です。まあこれだけ取れてくれれば十分。はい、ということで、いやーもう今日健康診断行ってきてやったんですが、もうしんどかった。もうこれで終わります。これしか下がらんのでね、まだ下がるか。この前な、これ乗せるか。これは何ちゅうんだ。頑張ってあげる、もうするよ、どうしたの。せーの、これ30キロぐらいある。せーの、頑張れ頑張れ。安納芋も入れましたので、これから家へまた持ってきます。これから起こすでね、火を開けてる、はい、重いような、本当に。